皆さんこんばんは。チャンピオンフットボールです。このチャンネルでは選手や監督の歴史やエピソードについてご紹介していきます。今回はバルセロナの歴史ある背番号10をあのリオネル・メッシから受け継いだ次世代のスター候補のアタッカー、スペイン代表のアンス・ファティについて紹介したいと思います。ファティはバルセロナのカンテラ育ちの選手で、その時代には日本代表の久保建英と共にプレーした経験もあります。そしてトップチームデビューした後には鮮烈な活躍を見せ、これからシャビ監督率いる新生バルセロナのエースとして活躍が期待されている選手です。この動画ではそんな彼が今までどのようにキャリアを歩んできたのか、どのようなプレーをするのか振り返ってご紹介していきたいと思います。スピードが持ち味のアタッカーとして最前線のポジションに入ることが多いファティは、基本的にバルセロナでは左ウイングを任されることが多い選手です。そんな彼の最大の特徴といえばやはりドリブルでしょう。左ウイングでプレーをする中でサイドに開いてボールをもらうと、そこからドリブルで仕掛けていき、チャンスを創出していくことができます。そのドリブルを見てみると、初速の速いスピードに乗ったドリブルからキレキレのターンやカンテラ育ちらしい足元のテクニックを生かした細かいボールタッチなど、パターンの豊富なドリブル技術を若干19歳ながら持っています。さらにファティはむやみやたらにドリブルを仕掛ける選手とは違い、幼少期から培われたサッカーセンスで周りを生かすプレーも得意としていて、ドリブルをしながらでもとっさにパスへ切り替えたり、味方とのワンツーなどで相手ディフェンスを崩していく場面を多々見ることができます。そして前線の選手として大切な得点能力も備えているファティは、カットインからのシュートはもちろん、センタリングのボールを合わせる技術も素晴らしく、豊富なパターンからゴールを狙います。このようにゴール、アシストと共に記録することができるファティはバルセロナの10番としてメッシの後継者として期待されているため、これからさらに目に見える数字を残していくことが期待されています。アンス・ファティは2002年10月31日、西アフリカに位置するギニア・ビサウという国の首都ビサウで生まれました。彼の父親であるボリ・ファティは元サッカー選手でした。そんなボリはファティを含めて5人の兄弟を育てるためのお金を稼ぐために2001年から仕事でスペインに渡っていたため、家族がスペインへ移住してきたファティが6歳の時だったそうです。この移住の前、ギニア・ビサウで暮らしていた時代から兄たちと一緒にボロボロのボールでサッカーに親しんでいたファティは、スペイン移住後にアンダルシア州セビリア県セビリアの中心街から少し離れたエレラという村にある CDF エレラに加入します。こうしてスペインでサッカーキャリアをスタートさせると、すぐに才能を発揮し、強豪クラブが注目する存在に。すると2010年にセビーシャのカンテラから声がかかり入団すると、ここでは2年間在籍し成長を見せます。そして2012年にファティはスペインの2大ビッグクラブであるバルセロナ、レアルマドリードからオファーが届きます。この2つのオファーを比べると、金銭的な条件はレアルマドリードの方が良かったといいますが、バルセロナの方が寮や充実した練習設備があるなど環境面での良さを重視して、ファティはバルセロナのカンテラへ加入を決断します。ちなみにこの時5歳年上のブライマも同じくカンテラへ入団していました。こうして世界最高とも言われる育成組織に入団すると、 U12 のアレビン A というカテゴリーで日本代表の久保建英と出会い、このカテゴリーではなんと2人だけで130ものゴールを決めたといいます。さらに2013年に日本で開催された U12 ジュニアサッカーワールドチャレンジにファティは出場するために来日経験があり、この大会でファティは7ゴールを挙げて大会得点王に輝いていました。このようにカンテラ時代から才能を最大限に発揮し、無双状態だった当時を知るアレビンの監督は、アンスは冗談抜きで試合でも練習でも笑顔を絶やすことがなかった、股抜きやループシュートなど派手なプレーを好み、ドリブルやフェイントを仕掛ける時も必ずそこに色気を加味しようとするんだと、明るい性格とともにプレー面でも派手なプレーを見せていたといいます。さらにインファンティル時代の監督は
久保とファティの2人について好調時の彼らはもはや止めようがなかった。大げさでも何でもなく、タケとアンスが揃って出場する試合の勝敗はキックオフの前から決まっていたんだ。もうそれこそやりたい放題だったよ。本当にすごかった。と2人だけで試合を決めることができるほど特筆したプレーを見せていたと語りました。こうしてカンテラで暴れまくっていたファティですが、2014年に未成年者の国際移籍を禁止する規定に違反したとして FIFA がバルセロナに1年間の選手移籍禁止処分と該当選手の公式戦出場停止を受けて、久保と共にファティは出場機会を失ってしまいました。さらに彼は2015年に出場停止から復帰した直後の試合で相手のタックルを受けて脛骨を骨折する大怪我に見舞われてしまい、またも約1年間にわたりピッチから遠ざかることになってしまいます。それでも懸命のリハビリを行い、怪我から復帰した後の2018-19 シーズンには15歳で U19 のカテゴリーであるフベニール A で得点王を獲得するなど、さらに進化した姿を見せていきました。このような活躍もあり、2019年7月25日にバルセロナと2022年までのプロ契約を結んだファティ。この時バルセロナが設定した違約金は約1億ユーロ、約135億円という破格の金額で期待の大きさがうかがえました。そして迎えた同年8月25日のラリーガ第2節のレアル・ベティス戦において78分にカルレス・ペレスとの交代でピッチに入り、トップチームデビューを果たします。この時ファティは16歳298日でのデビューとなり、クラブ史上歴代2番目の若さでした。こうして念願のトップチームデビューを果たすと、続く第3節のオサスナ戦ではクロスボールを見事にヘディングで合わせ、トップチームでの初ゴールを挙げました。16歳304日で挙げたこのゴールはクラブ史上最年少記録を更新するもので、ラリーガ全体では史上3番目の記録となりました。こうしてどんどん最年少記録を塗り替えていくファティはまだまだ記録を作っていき、9月14日のバレンシア戦ではホームカンプノーでのクラブ史上最年少先発出場記録を作ると、その試合でゴールを奪い、カンプノーでの最年少得点記録も更新します。さらには9月17日のUEFAチャンピオンズリーグドルトムント戦で先発出場すると、クラブ史上最年少出場記録を塗り替え、12月5日のインテル戦ではUEFAチャンピオンズリーグ史上最年少記録得点記録を更新するゴールを決めました。このようにデビューシーズンからどんどん記録を作っていったファティに対して、バルセロナはさらに契約条件を引き上げ、1億ユーロだった違約金は1億7000万ユーロに上がることになります。結局このデビューシーズンとなった2019-20はリーグ戦24試合に出場して7ゴール1アシストと素晴らしい成績を残しました。そして2019年9月にスペイン国籍を取得していたファティは2020年9月3日のUEFAネーションズリーグのドイツ戦において、スペイン代表史上2番目の若さとなる17歳284日でフル代表デビューを果たします。そしてデビュー2戦目となったウクライナ戦で初ゴールを決め、これがスペイン代表史上最年少ゴールとなりました。代表でも希望の星となって迎えた2020-21シーズン、2020年9月23日に正式にトップチームに昇格となり、ここでさらに違約金が4億ユーロ545億円という天文学的な数字に引き上げられました。背番号は22番を背負うことになり、クラブの公式で受けたインタビューでは、日々向上心を持ち仲間から学び続けたいという思いでとてもワクワクしているよ、ここバルサでは毎シーズンがチャレンジであり、その一つ一つを乗り越えていきたいと思っているよと意気込みを語っていました。その中で開幕から絶好調だったファティは9月ラリーガ月間最優秀選手に選出されると、10月にはUEFAチャンピオンズリーグで複数得点記録をした最年少選手となり、10月24日にはレアルマドリードとの伝統の一戦エルクラシコでクラブ史上最年少記録を更新するゴールを挙げました。このように
順風満帆なシーズンを1シーズン目も送るかと思われていた11月7日のレアルベティス戦で、相手のアイサ・マンディのタックルを受けて前半のみで交代。試合後の診断結果は左膝半月板の負傷ということで、手術を受けることとなってしまいます。この時はだいたい復帰まで4ヶ月ほどでの戦列復帰が予想されていましたが、なかなか回復の状況が思わしくなく、5月には4度目の手術を実施し、このシーズン中での復帰は絶望的となってしまい、リーグ戦7試合で4ゴールという結果に終わりました。こうして失意のままシーズンを終えたファティでしたが、オフには尊敬するリオネル・メッシがパリ・サンジェルマンに移籍したのに伴い、新たに背番号10をメッシから引き継ぐことになります。この重たい背番号10を背負うことに対して、会見でファティは、他の選手が着用してもおかしくなかったけど、幸運にも僕に巡ってきた、僕に着用を提案してくれたキャプテンたちに感謝していると決定の経緯を明かしました。そしてこれまでクラブのレジェンドたちが背負ってきた番号を継承することに対しても、プレッシャーではなくモチベーションと話すと、レオがやってきたことには誰もかなわないし、僕は僕の道を進むしかない、僕は数字にとらわれず自分が何に貢献できるかだけを考えていると、メッシと比べてもしょうがないので自分らしくプレーしていくということを語っていました。完全にバルセロナの顔となった中で、リハビリを続けていったファティは2021年9月26日のレバンテ戦で左膝半月板の負傷から約10ヶ月ぶりにピッチに入ると、いきなりゴールを決めて復帰を印象付けました。しかしその後1月のコパデルレイ、アスレティックビルバオ戦で左膝大腿二頭筋の筋肉を損傷してしまい、再び長期離脱となってしまいます。この怪我の直後、自身のインスタグラムに、残念ながら僕はサッカーの最悪の時期を生きなければならない、でも決して諦めない、応援と愛のメッセージ本当にありがとうございますと、非常に厳しい時間だとしながらも、サポートしてくれる人々への感謝を述べていました。結果的にこの怪我から2022年5月1日のラリーガ第34節マジョルカ戦と約4ヶ月の離脱から復帰すると、復帰2戦目ベティス戦ではゴールを決めました。このように出場した試合でしっかりと結果を残すファティに関して、シャビ監督は、彼は他の選手があれだけ苦労する得点力を持った選手、星の持ち主なんだよ、シュートを打てば枠内に飛ぶと思わせてくれると手放しで称賛していました。最終的に2021-22 シーズンもリーグ戦10試合のみの出場と、2シーズン続けて辛い時間を過ごすことになりましたが、プレーしている姿を見れば将来のバロンドール候補といっても間違いないようなプレーを見せているので、2022-23 シーズンはシャビ監督率いる新生バルセロナのエースとして、怪我なくシーズン通して戦ってほしいと思います。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。このように若くしてワールドクラスの選手に成長したものの、ここ最近怪我に苦しめられているアンスファティ、そんな彼は今時の選手ながらあまり SNS を見ないようで、その理由として、ソーシャルネットワーク、僕がデビューした時彼らが僕について話すだろうと思ってあまり見ないようにした、それを信じすぎるとパフォーマンスが低下してしまうからねと、しっかりと自分のプレーに集中するためにも距離を置いているということを語っていました。このように10代ながらサッカーに対して素晴らしい姿勢を見せているファティが、これからバルセロナを引っ張っていく姿を見られることを願っています。今回の動画はいかがだったでしょうか。今後もこのような動画を上げていきますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画で。